綺麗にスタート。男子 200m 競走決勝。さあ秀島くんが飛ばしているように見えますが、走行側小宮山くんもついていくが、秀島くん強い、秀島くん強い。さああとはタイム、おお21秒2台で止まったように見えます。風は向かい風1メートル。まずは8名に大きな拍手をお願いします。素晴らしいレースでした。そこを出ました。優勝は第3レーン秀島雷君、東海大浦安。時間21秒25、好タイムでの優勝です。